どうも六六首のエンタメラボへようこそ。六六首のケメロジとチョナヤキことサクです。ということで君の花になるプルームグッズ追加購入、やっ大散財散財ね、あはい、ということでやってますけどもね、君の花になる放送終了からまあ約2ヶ月経たないぐらいになるんですけど、なるほど、早いですね。早いね、本当にね。カウントダウン TV のねラストライブがあったりして、まあ、まだねもちろん君花ロス、ブルームロスではあるんですが、やっぱねブルームメンバーそれぞれのね活躍っていうのが本当にいろんなところでね今見ることができるし、うん、結構メンバー同士の絡みっていうのも SNS でねたくさん見せてくれるから、なんか全然まだ終わった気がしないっていうか、うんうんうん、なんかブルームがね同じ世界にいるなっていうのを感じることができる毎日かなっていう感じですね。はいはいはい、だから本当に俺的には割と前向きにブルームのねカムバを待つことが今できてるし、うんうん、でなんとねノア君のワンマンライブにも当たりました。素晴らしい。当たったので、そう、いけるとそう、だからまだねその現場があるっていうのでモチベーションはね保ってられるいいねっていうことなんですけども、でそんなね、まあ、前向きな気持ちにね慣れている中、なんと君の花になるブルームのねグッズの再販が始まりました。これでかいね。ということで本当にありがとうございます。これでかいよね。でかい、めっちゃでかい、めっちゃ待ち望んでたし。そうだよね、うん、いやあれ欲しかったな、でも買えなかったな、売り切れでっていうのがねめちゃくちゃあったのでありがたいね機会なんですけども、まあ、本当にこれ2月19日までのね期間限定なので、ちょっと皆さんも急がないとですよ本当に。はい、でね、まあ、今回の動画ではまあそんなねグッズの追加購入をしていきたいんですけども、まあその前にねちょっと今までね買ってきたたくさんのブルームグッズをねちょっとおさらいしていって、なんかいろいろ思い出とかをねそう語ってねいきたいというふうに思いますので、はい、ぜひね最後までよろしくお願いいたします。はい、ということで、わお、ドドンとすごいじゃん、こんだけたくさんありますよ。こう並べてみると、うん、景色いいですね。いや、いい景色、眼福です。本当にありがとうございます。素晴らしいです。改めて見るとね、やっぱグッズのセンスいいよね、うんうんうん、なんか上からとかじゃなくて可愛いし、めちゃくちゃ可愛いよね、うん、なんか映えるわ。そう、映えるね。綺麗だもんね。ね、そう、面からのあれもね綺麗だし、ということでね今まで本当にたくさん買ってきたんですけども、本当にどれも気に入ってるんですが、まあ、ちょっとね思い入れのあるグッズっていうのが私個人的にありまして、なるほど、まあ、っていうのもやっぱりねこちらのペンライト、はいはいはい、とこのうちわかな、匠の。これライブ参戦した。これですよ。そう、これがね、相棒ですよね。相棒、マジで。全部これ持ってってたから、そうか、もう愛着が湧きすぎてて、こう宮本武蔵以来の二刀流で二刀流でこれで戦ってたんだもんな。そう、そうなれば私もね、やっぱうちわですか。うちわですね、やっぱりんちゃん、そうだね、エイジのうちわで、これ本人にも見られてますからね。そうだね、本人が見たうちわとしてこれはパーサーねご紹介できますから、ね、はい、そうそうそう、やっぱねこういったなんか実際まあ身につける系というか持ってね応援するみたいなグッズは特にいいですね、うん、であとまあ縫いなんかもさ、これ結局俺開封せずにずっとこのまま袋に入れたままねもったいなくて、そう、だいぶ袋はくしゃくしゃになっちゃったんだけど、ね、そう、これはねバッグにつけていろいろ現場も行ったりしましたけども、かわいい。あとはね逆にねアクスタなんかはねもう本当に未開封の状態で、鑑賞用じゃん、鑑賞用というか、そう、本当はね開けて飾りたかったんだけど、この状態もさめちゃくちゃいいから、迷って迷って結局未開封のまま今に来ちゃったんで、いまだに迷ってます開けようかどうか。でも先生これ、うん、追加でねアクス出てますよね。そう出てるから、確かにね、そうだから飾り用とこのまま保存用でってのもありかなっていうふうには思うんだけど、ちょっとこれ立てたいよね。そう立てたいんですよ、ちょっと検討ですねこれ、はい、あとこれかな、これはいはい、これちょっと出た、僕が勝手にケースに入れてるんだけども、はい、君花店行ったらねその入場者特典でもらえる、うん、まあその CD のジャケ写みたいな、なるほどね、イメージした歌詞カード、裏には歌詞が書いてあるんだけど、これなんかももうなんか本当にリリースしたみたいな、ね、そうそうみたいな感じでしょ。これめちゃくちゃ気に入ってますね、うん、最高だし、あとねさくなんかステッカーなんか貼りたいみたいな言ってたからね、ステッカーをねいつ言おうかと思ってあのまあケメさんが買ったやつなんでね、ステッカーセット簡単に欲しいとは言えないと思ったんですけど、これもう追加販売があるということで、あ、そうですね、これじゃあ全部私が、全部いく、え全部いく、でも皆さんこれステッカーめちゃめちゃ可愛いんだよね。ステッカー可愛い、開けていいですか。開けていいですよ。あんた携帯にね、そう俺ブルームのロゴのねステッカーをあれしてるんですが、いろんなメンバーのね名前、全メンバーの名前とか、あと原骨の、そう原骨のねロゴの、そうそうそう、見えないやつとかもあったり、メロディー、あメロディー行くの、これだけ貼ってたらね知らない人はわからないけど、知る人ぞ知る、知る人ぞ知る、でも普通にステッカーとして可愛いからね、そう可愛いからね、おしゃれ、はい、で一番ね最近手に入れたグッズで言うとこちらですよ。出た
こちらの匠の、まあ、君花衣装のぬいぐるみなんですが、まあ、これねその1月12日だっけなゲームセンターに並びまして、うん、1時間半並んだんだよこれをやるために、うん、もうまず大行列ができてて、ね、ゲームセンターに行列できてるってなくない？なんか店員さんも言ってたらしいね初めてでしたみたいな。あ、そうなんだ。そう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 。でも本当そうだよね、うん、あんなその待機列あってて UFO キャッチャーにない。そう UFO キャッチャーにで1時間半並んでで8000円かけて撮りました。すごっ。すごい、もうやっぱね思い出だ。これはそう、これはもう引くに引けないなと思って。でもこれまだ8000円じゃない？あなた。いやそうよね、本当にもっと苦戦した人いらっしゃるんじゃないかな。いらっしゃると思うし、でも俺以上かけててもう泣く泣くね去ってっちゃったお姉さんとかいたから、もうすごいね。それこそもうちょっと2万とかいっちゃめちゃくちゃ言ってたと思う。両替言ってたけどちょっと負けちゃったんだ。お金が多分なかったんじゃない？うわっていうぐらいに。でもねこれ大人気の商品だからかなり激渋な設定に多分なってたと思う、クレーンのアームとかが。そうだから本当にもう 0.1 ミリずつちょっとずつもうめっちゃ動かして撮れた。もうめちゃくちゃ思い出深いね。最高。やっぱこの君花衣装のねぬいぐるみは絶対欲しかったのでね、これゲットしまして、まあ本当にね今持ってるラインナップでもかなり満足なんですが、実は欲しかったよっていうグッズたくさんあるのでそちらの方購入していきたいと思います。なんかあの噂に聞くとカードの限度額を無限にしたというお話がもう全部買っちゃうかなと。風の噂で聞いてしてないですけど、ストッパーを外されたという。外してないですけど、銀行と手を打ったとお話がそこまでは言って、まあ、その勢い気持ちはね、気持ちはもう全部買う勢いなんですが、なるほど、はい、やっていきたいと思います。はい、ということで買っていきましょう。まずはですね、俺ずっとね決めてたのがあるのよ。まず絶対買うぞと、絶対買うぞと決めてたのが、まあ、アクスタのアクスタ部門。そう、アクスタ部門のナルですね。おお、ナルナルナル。俺なんか最近っていうかまあ本当に、まあ、ずっとみんな好きだったんだけど、なんかねやっぱライブ見て以降ナルのかっこよさというか美しさというか、ちょっとリュウビ君にハマって、ちょっとねリュウビ君ねハマってきたんだよね。でちょっとアクスタ欲しかったんで、じゃあ行っとこうかな。1位ですかね。まず1でしょ。トリマナ。トリマね。じゃあアクスタ部門で言うと、じゃあ僕もエイジの顔を、はい、エイジ行っときます。これ売り切れとかないんだよね。なんかね今んとこないけど、でもツイッターで見たらもしかしたらなんか受注止めちゃうかもみたいなことも書いてあったので、そう、人気なのは早いに越したことない。早いに越したことない。じゃあ俺エイジ行っとこ。あれとエイジ行っとこ。いやマジねこのねアクスタもマジでかっこいいし絶対にお宝になるよ。多分みんなさどんどんスターになってくるわけじゃん。全州行きたいね。全州行きたい。そうこれね全州行きたいよね。圧巻だよ。圧巻だよね、うん、並べたいよね。いや並べたい。並べたいよね。自分の家にブルーム置きたい。置きたいよね。でも2セットずつ買っちゃうみんな欲しいけどね。ちょっと欲しいけど、まあ一旦他のも見てみますか。まあ、いや欲しいけどな。あとまだあったんですよ僕。なるほど。欲しかったのが、まあ、タオルなんですよね。おタオル、ブルームタオル。ブルームタオルをね欲しくて、ライブ会場でさ限定のやつ売り切れてたのよ。あ、はいはい、匠のねやつが、うん、そうだから何かしらね欲しいなと思うんだけど、どっちがいいと思うこれ。あーなるほど。これお名前が入ってる方と、そうブルームってこうメンバーカラーね。そう俺ロゴ可愛いからこっちだな。ブルームって書いてる方が可愛いと思うよ。そうだよね、うん、俺もねこっちが欲しくなってきて、うん、こっちしようかな。おーかわいい。なんか普通に飾ってもね良さそうだしね、うんうんうん、ちょっとこれの匠を、はい、ほじりました。え、じゃあ俺もいい。え、なになに、タオル、どれ行くの。あ、タオル行く。俺流星のオレンジ。あ、オレンジの。あ、でもこれメンバーカラー、ね、確かにね。あ、いいかもね。確かに。あ、逆にこれメンバーカラーの方がなんか良くない。いいのかな。今一目惚れしちゃった。確かに思った。じゃあお前2枚買っとけよ。いや2枚はやめとくわいや迷うな。どうしよっかな。ちょっと俺また一目惚れしちゃった。なになになに。クリアファイル。あ、出た。いいクリアファイルいいよね。見させていただいて。これいいですよ。迷うなぁ。とりあえずちょっと、ね、うん、何。あ、あなたも決まってる。とりあえずなる、なる言っとくね。なる、うん、なるのを言っとこう。結局あなた今こう、とりあえずなる言っとこう。ダンと、そう、ダン、ダンタク、ダンタク推しなんだけど、ちょっとそこにちょっとなるも食い込んできたなっていう感じですかね。はいはい、俺的には。なるほどね。うん、ジア、あダンとね。あ、ダン行くの。エイジ、いやでこのダンがね、うん、まあでもそう、このね、ダンってやばいぞ。国宝だよね、これ。もう分かる。来世、いや、もっと100年後、200年後に語り続けられる。もう偉人だよね、歴史上の。これだけ資源なんておかしくないよマジで。でも本当に言ってくらい、なんかすごくない素晴らしい。全部が色合いといい、ふみふみのなんか顔といい、もう全てがいいんだよね、これ。とりあえずダンダンボーイ。ダンボーイ。
何本いっとこう、まあ、クリアファイルって意外と使うんだよね。まあそうだね、俺的にはね。ああいくらあってもいいからね、うん、ああで俺これちょっと待った、ちょっと待って、何何急に来てるけど、エイジのクリアファイルもください。あーあら、行くんすか、はい、やっぱり。いや、やっぱエイジはね。やっぱエイジはね、行っとかないとね。行っとかないとね。そこはエイジ行っとかないと。あとこれ、お手頃ですね。500円ってめちゃめちゃ安い。500円安いからね。これは行っといていいんじゃないですか。で、俺もちょっとね、今見つけたんですよ。欲しいのが。はい。ああ、でもちょっと迷うなー。どうしよう。急に迷ってきたな。何何どれどれ、このフレークシール。ミニキャラフレークシールっていう。シール、そう、なんかめっちゃちっちゃいさ、やつで、スマホとかにさ、挟められるようなやつの、ね、これメンバー全員入ってるんですが、かわいい。これか、もしくは、あれね、こっちの、一番最後にね、出た。あ、はいはいはい。そうそう、ビジュのステッカー。これのステッカーね。そう。これちょっと大きめなのか、これスマホには入らないのかな、これどうなんだろうね。大きさ的に大カットステッカー。あ、でもスマホカバーに挟んだりって書いてあるから、まあ、大きさ的には、キラキラしてるの。入るのか。どうしようか。ちっちゃいのもありやな。ミニフレークシールにしよっかな。ちっちゃい、なんかこれだったらさ、だって種類も分け合えるしね。これにしようかな。そうだね、これ買っとこうか。これ入れときましょう。いいね。はい、これいいね。だいぶいったけど、だいぶいったけど、ちょっとでも買い逃しないように、ね、いやもうだってさ、ないと思わないとよ。そう、本当にそうよ。あとは、あ、大丈夫ですか。ちゃんと綺麗に素通りしてますけど、お兄さん、うん、ここもありますからね。うん、いや、ここはね、もう買ってるのよ。さすがです、うん、ここはもう注文してあるんで。すいません。はい、そう、これもね、気になってたんだけどね。あ、キャラドリスティックって。なるほど。これをやってライブ会場とかでね、うん、そうそう、自撮りしたりとかね。縫いとかはどうですか。縫いなぁ。縫いもね、これも可愛いんだよな。よくできてるよね、よくできてる。めちゃくちゃ可愛い。要はこれですよね。そう、要はこれですね、うんうん、あとね、このフォトブック。うわ、何これ欲しかったんですけど、早っ、売り切れですね。えぐ、これは、これは再販なかったのかな。これはどうなんだろう。あ、なるほど、1月16日までにご注文ください。あ、なるほど、うんうん、もうダメなんだ。なるほど、もう買えないんで。そう、これね、すごっ、かっこいい。なんかいつか買おうと思ってたら売り切れちゃってたんだよ、まさかの。うん、押せば押せる時に押してくれよ。本当にね、マジでね、やっぱすさまじいね。本当にこれ重版もあったみたいなんだけど、ちょっとまた再販の機会あったらね、これもすぐポチないと、すぐポチらないとこれダメだなっていう感じだったんで。いや、まあ割とね、はいはいはい、割といったんじゃないですか。なるほど、割と買いましたよ。おー、アクスタとタオルとクリアファイルとシールと、僕11,185円。安い、割と安い。こんだけ買ってもほんまに安い。本当に安い。ありがたいね、はい、いや本当にありがたいし、再販してくれたことに、ね、そう、また新しいグッズとかが出てきてくれればね、それが一番嬉しいかな。まあそうだね、うん。フォーエバーオアネバーの衣装のなんかキャラクターグッズとか、ちょっとなんだろう、そう、そういうの欲しいけどな。ブラックなね、そう、ブラックな、そうそう、ブラックなデフォルメされたやつとか、確かに、そう、そういうのもね、よかったらみんな多分欲しいかなというふうに思ってはいるんですかね。どうですか ねということで、はい、まあ、皆さんもこの動画上がってる頃はまだねポチれると思うので、よかったらチェックしてみてください、ね、ということで、こうやってなんかね、ブルームのグッズをまた何買おうかなとか悩めるのも本当に幸せだなっていうふうに思うし、うん、でね、そしてまあさっきもちらっと触れたけど、3月29日には君の花になるの、うん、DVD ブルーレイのボックスが発売されますし、5月12日にはブルームのね、ツアーのライブ DVD、 そしてブルーレイが発売になりますので、まあ、そちらの方もね、発売後に、まあ、感想動画なんか出そうと思ってますのでね、うんうん、ぜひとも、まあ、チャンネル登録したまま、その時を待っていただけたらなというふうに思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。では、以上、ロクロクでした。またねー。またね。